えー、お晩ですということでね、えー、月曜日になりましたあね、えー、5月の20日の月曜日です、えー、時刻22時14分ということでね、うん、大幅に遅れてスタートということですまあ、うん、月曜日ですからね、えー、一体なんで遅れたのかというのは、えー、毎週のように月曜日やるときは遅れてますからね、うん まあ最近は普通の時も遅れてますけどもね、何で遅れてるのかね、わかるでしょね <laughs>。そういうことで今日はヘロヘロでお送りします。いやー、でも本当にね、今日は一日中雨、そんなにね、大した雨じゃなかったんですけども、なんかこう、タラタラらたらっした雨でね、その分家でえね、 しっぽりとね、やってましたけども、えー、まあ、明日もあるんでね、あのー、でも、まあ、なんていうか、できればね、一日で片付けたいということで、えー、かなりこう、ね、がっつんやりましたけどもね、<laughs> えー、でもあと300本ぐらい残ってるかな、うん、まあ、先週に比べるとかなりのいいペース、うん。<laughs> <laughs> その分ちょっと遅れたかなっていうね、まあそういう感じですけれども、えー、5月もあと10日ということでね、うん、どうなんでしょうか、えー、バタバタしそうな感じもしますけどね、まあ、今週はね、結構、えー、忙しいですよね、えー、タイトになりますよ、タイトに。うんえー、22日の水曜日はね、 高円寺行きますよ高円寺、うん、でまあねどうしようかっていう感じなんですけどもねまああの、えー、午前中から午後にかけてねなんかちょっといろいろ一つやって、うん、それから、えー、高円寺に行こうかななんて思ってるんですけどもね、うん、まああの高円寺に行く予定は2つあるんですね。うん あり、えー、さんと、それから山口さんのライブを見に行くというね、えー、これは夜の8時かな、うん、それぐらいからなんですけども、えー、もう一つはね、えー、オービスに行くということですね、た、え、ぶ、ーまあうん、えー、もう最後だと思うんですけどもね、えー、あとだって高円寺に行く予定は今のところないですからね。 うん、まあオービスだけ別格にして、えー、31日金曜日という線もあるんですけどもね、えー、そのあたりはまたね来週の話だから今やってもね、うん、今考えててもね、えー、鬼が笑っちゃうという,うそういうことで、えー、22日にね、えー、オービスに行ってこようかなというふうに思ってますけどもねオービスでもおね、あのー、閉店セールやって っってってねねそんな遅くまでやってないんだよ、ね、夕方ぐらいで終わりだっていうから、うん、ねあとね、稲荷座までどうやって時間潰すかなっていう、まあ1時間ぐらいかな、どうやって時間潰すかということをいろいろまあ考えてますけどね、えー、その前の午前中、まあ水曜日ですからね、今日月曜日でしょ、で火曜日、水曜日だから、いやオクのあれがまたね、うん。 出品じゃないんですけどね、えー、<laughs> あの配送とかそういうのが、ね、梱包とかで結構忙しいのかなーっていう感じがします。えー、そして24日の日はね、うん、あのヘんプロの坊主と久しぶりに会うということで、えー、夕方待ち合わせ、えー、でね、うん、まあそんなことやってる間に1週間過ぎてしまうんだよ。うん ね、土曜日、日曜日はなんかこう、ね、なんかや,やってるよね。<laughs> えー、そんな感じで、えー、今週はちょっとこうね、うん、あのー、なんていうの、あのー 予定が決まってるとさ、ね、どうもこう、えー、ドキドキしちゃうでしょね、えー。例えば時間に間に合うように行かなきゃいけないとかさ、えー、そういうことで、えー、ドキドキ、何が起こるんだろうみたいな感じでドキドキしちゃうでしょだから、あんまりこう、なんていうかな、うん予定は決めないんですけども、<laughs> えーね今回はね、えー、今日の朝電話かかってきてね、うん朝っていうか昼、うん えー、午前中、もうお昼に近い頃だったんですけどね、僕はその時ね、横になってたんですよ。あのー、朝からね、えー、ずっとヤフオクの出品バタバタやってて、えー、そろそろちょっとパソコン休ませようかなとかいうね、そういう感じがあって、えー、目もちょっとしばついてきたんでね、うんえー、ちょっと休もうかということで、うん、横になってたんですよ。 で、あのー、バンダナみたいなのあるでしょ。で、バンダナで、目のところをね、えー、隠しちゃって、えー、ね、うーんとこう、目つぶってね、えー、大の字になってましたよ。手広げてね、うん、足広げてね、えー、大の字になってましたよ。ねもうなんか、それ一番楽なんじゃないの うん、あのー、横になってね、あのー、別に寝る,寝るんじゃないんだよ <laughs> 寝るんじゃないんだけども横になった時にはまずあの大の字になる、うんねえー、手を横に広げて足もバカッとこうね広げてね で、手の指先と足の指先をもうとにかく、イメージとしてはね、もうずっと遠くに引っ張っていくようなイメージ、足もそうだけども。で、そうやって伸びるとさ、ね、なんかこう背中とか伸びてくるでしょ。ね。あのー、なんかそれで、えー、それでいいのかどうなのか分かんないけども、なんかこう、うん、気持ちがいいんだよね。気持ちがいいっていうか、 なんかこうね、えー、前、前、パソコンの前で、えー、ね、えー、ちょっとうつむき加減にバタバタやってるときに、そういうのがあね、えー、まあちょっとの間だけども、うん、やってるとね、気分がいい。えっ、ー、と、あとそれとぶら下がりね、うん、エアぶら下がりね、<laughs> 要するに、大の字になった後手をね、上の方にこう伸ばすわけよ。 で足のつま先、うん、大の字になっていると同じように足のつま先も、ね、ずっとこう、えー足,ねえー、足長いんですけどもねの長い足のずっと先っちょまで、えー、さらに一歩二歩三歩先っちょまでこう力を入れるそして手の方も、ねえー、上にこう鉄棒をつかむようにさ。う 両手をこうね、えー、あれしてグッと捕まえて、えー、ね離さないぞ鉄棒というそういう感じで伸びてしまうんですよね。うん、で当然横になってるわけだから重力の関係として、えー、ね、えー、だらっとなるわけじゃないじゃないですか。ここをイメージなんですよね。うんで うーっと力入れてね、うんな、そうするとなんか体伸びてるような感じがして、うん、これはね裏表やるといいですよね。えー、仰向けとうつ伏せ、うん、でなんかこう体伸ばすみたいなねまあそういう感じでやってたんだよ <laughs>、えー。そしたらね、なんかそれが気持ちいいのかさ、ちょっとうとうと,うっ,とっとしてね、20分ぐらい寝てたみたいなんだよ、それで。うんえー、鉄棒にぶら下がったつもりで寝てた。 いうようよなね、えー、まあ、そういうい状況なんでですけどでそこでこうね、で電話なんですけども、えー、面白いね。あのー、マナーモードにね、もううるさいじゃん、電話。ね、えー、トゥルーとかやってかかってくるのうるさいじゃん。だからマナーモードにしてるのね。だから普通は気がつかないんだよ。ところが、あの響くというかね、 机の上とかね、えー、板の上って結構響くんだよね。ブイーンとかう、ブイーンですよ、本当に。ね、えー、うるさくてしょうがなくて、思わずね、目開けてね、電話、ドドうとしながら、で、で、電話、電話、出ない、出ない、で、電話っていう感じでね、取ってね、はーいとか言ったら、あ、あ、そうか、<laughs> みたいなね。 感じで、ね、えー、ヘンプロのボスで。うん、で、うん、今週どうすんのとか言うからね、うんえーい、いや、僕の方、とりあえず予定ないっすけども、<laughs> みたいなね。ただ、水曜日ちょっとまずくて、えー、今もちょっとヤフオクでまずいんですよね、みたいな話で。 たら、うん、適当に決めてくれるとか言って「いや決めてくれる?」って言われてもなみたいな話でやってたんですけどね「うん、じゃあ木曜日どうですか?」って、えー「金曜日ってほら、えー、休みの前時じゃないですかなんかあるかもしんないじゃないアバンチュール <laughs> ないか。<laughs> えー、金曜日,あ今日今週、今週は金曜日だめですけどね、金曜日デートの予定 OK ですよ。ねえー、連絡する人は連絡してください。うん。えー、連絡してくださいって言った途端に画面がブルーバックになってしまいました。<laughs> ねあの、見えないですけどもね、カメラついてないから見えないですけどね、連絡先はしたってやろうと思ってたらブルーバックになってしまいました。やるなってことだよねうん えーね、連絡先も教えるなってことだよね。<laughs> えまあ、そんな感じでね。うん、で、まあ、じゃあ木曜日どうすかって言ったら、や木曜日はちょっとね、あの都合悪いんだって。あのね、木曜日にね、あの、囲碁、<laughs> 囲碁をやっててね、うん、結構先生なんですよ。ね、えー、囲碁の先生ね。ね えー、そんなんで木曜日はね、ダメだったんで、僕もちょっと忘れてたんでね、久しぶりだったから、あああ、はい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 、じゃあ金曜日にしましょうと、ね、えー、アバンチュールの前ですけどもね、まあ、とりあえず金曜日でなんか、バタバタできるといいな、みたいなね、うん、まあ、そういう感じなんですけどもね、えー、さて、どういうふうになりますか、今週は。えー、ね、本当にこう、うん。 なんかこう、ええー、ね、まあの、やってることはっていうかまあ、普通にやってることはやってるんですけどもね、なんかこう、いまいちこうね、手応えがね、一つこう、ないかな。 いいう感じもしないではないですけどもねでもまあ確実にやってることこなしてるし、えー、今日も1時間と十何分遅れですけどもおねごまかしくやってますからねうーんまあそういう感じでねえー、まあ最低限ですけどね気が向いたもんしかやってないですから、えー、そういう意味ではね、えー、最低限なんですけどもまあ、とりあえずなんかやってますよと、えー、いう感じなんですけどもねでまあうん ねえー、ここ数日読んでた。えー、関口那津さんと、ね、えー、谷口二郎さんの、ね、あのー。漫画アクションかな、書いてあった。ええー、坊っちゃんの時代、ね、えー、これ。うん、ね、あのー、実は全五巻なんですよね。え五、ー、冊あるんですね。で、まあ、そのうち読んだのが、一冊目と。 2冊目と4冊目、うん。えー、3巻と5巻はないんですけどね。<laughs> えー、とりあえず、あるもん全部読み終えんでね、これがまた、あーやっぱりこう、すごく面白いなっていう感じがとてもしてて、まあ、ある意味ね、結構短時間で、ドカッとこう、読めちゃったというね。えー、ぼっちゃんの時代の1作目っつうのはもう、ほんとあの、ほぼリアルタイムで読んでてさ、 うん、あのー、明治の話ね、えー、夏目漱石の話なんですけどもねあのー、本当にこう何て言うかな、うん、面白かったですよねあのー、なんかこう、うん、明治時代言ったらさもう歴史の話ばっかりじゃないですかある意味。 ね、えー、歴史の話ばっかりだから何ていうかもう日,日清日露がどうしたこうしたとかってそんな話ばっかりじゃない 人がこううごめいてるみたいなね、えー、そういうのを、まああんまりね、読んでないので、えー、漫画見てさ、うん、ああ、明治時代ってのもいいよね、っていう。まあそういう感じで、えー、またね、ちょっとユーモラスだったんだよね、あのー、第1巻目は。で、そういう意味ではね、えあ、ー、あ、なるほど、夏目漱石の話か、と思って読んでたんだよね。で、まさか、ね、ご部作だとは思わなくて、うん、 で、まあ、これもヘンプローが畳むときにね、えー、本来ブックオフ行きだったんですけども、えー、それがあったんでね、あ、これもらいますとか言ってね、もらっちゃったんですよね。で、まさか五感、全五感だとは思わなかったんで、えー、とりあえずあるやつだけ、えー、ね、うん、持ってきちゃったんですけどもね、なんか今、あ、2年ぐらい前にカラバンが出た。 という話ですよねだから全部色つけて、それからあと、うん、ねあのネットブック、うん、あれでも、うん、ね出てるみたいで、えー、結構なんか面白いというかねいや、うん、どうなのかな、無理やり出したのかな、そういうのはね、ある意味ではね、あのどうなのかな、本当に。あの ねああいうのはどうなんだと思うんだよね。実際にあのなんかお弁当箱みたいな。お弁当箱じゃないよね。なんかこう、ね、えー、要するにモニターみたいなのを、ねあのー、持って、えー、そこにこう映るわけでしょ。えー 本本っていうかページがね。でそれをこう指かなんかでバーンピョンってやったらこうめくれるみたいなね。そんな感じで。うん。ねえ。電子書籍だったっけ忘れちゃったけどちょっとさ。うん。ねそんなんでまあでも目とか疲れないのかねあれね。あのブラウンカに比べれば液晶でまだまだ全然問題ないんですけども。うん。でもやっぱり疲れるよねずっとやってるとさ。 うん、えー、そんなのがあってねどうなのかなとは思うんですけどねやっぱりこうあのずっしり重いったらおかしいけどね本の手応えねえってあと手に指につばをつけてね、えー、ページをめくる時のねあの感じっていうのはやっぱり僕なんかまだ <laughs> 好きなんですけどもねただ、えー、時代はもう例えば iPhone とかあの指でぴょんぴょんやるやつになってきてるからね。うん えー、これからやっぱりそういうものになっていくんだろうなぁとは思うんですけどね本なんかもそうだよね、えー、多分電子書籍みたいな形になってってねそうすると本屋さんどうするんだろうっていう感じはあるんですけど、えーまあ、レコードとかね、えー、それと一緒でなんかこう本もあってほしいなみたいな感じはするんですけどね。うーん でもまあ、なかなか今の世の中難しいなとは思いますけども、うん、でも、今回は本で読んでよかったと。えね、ちょっと考えればね、うん、ね、あの、ネットブック面白そうじゃねえのぐらいのこととかね、まあいろいろ考えちゃうわけですけども、ね。でも、うん。 やっぱ本がいいなみたいななみたね、えー、そういうことをちょっと思ったりもしたんですけどもねいやでも本当面白いですよね、うん、あの明治の人のねえー 考え方ったらおかしいけれども、うん、あんまり今と変わってないんだよね。うん。あのどうなんだろう。まあそれもやっぱファンタジーの世界ですからねもうね関川さんがいろいろとこう資料を集めてきてそれで、えー、作った原作に、えー、あの谷口二郎さんのね素晴らしい映画ね、えー。谷口二郎さんの絵は本当にねいいですからね。 あのナックルウォーズとかね、あと事件や家業なんていうのがね、昔あって、えー、あの頃は70年代だったかな、80年代に入ってたかな、えー、なんかね、そんな時代なんですけどもね。うん あの独特のさ、ハードボイルドの絵のタッチっていう感じがしてね、今までちょっとなかったな、みたいな、あ <laughs> そんな感じでねで、読み始めたら結構ね、えー、関川さんの、ね、ストーリーがまた面白かったりするんだけども、えー、ずっとパソコン止まってるんですけど、大丈夫ですかね、えー。17分49秒で、えー、止まったまんまになってますけどね、うん、大丈夫かな。 まああのー、落ちたり爆発しない限り続行して、えー、やってきますけどねえー、ああ本当にもうこういう時に没かよ <laughs> ねえ本当にこう完璧止まってるって感じですけどねえー、画面自体が止まってるうう どうよこれどういうよ、これ、うん。落ちた <laughs> えー、どうすかねこれうん。<laughs> えー、あ残ってるか残ってるか。残ってるか いや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 、非常に危ないな。えー、あのね、うん、ファイアフォックスはね、えー、動いてません出てるんですね。ファイアフォックスの画面は動いてませんが出てて、えー、ね。で、それで、えー、その画面はもう真っ暗なんだわ。 えー、絵が映ってないんですよ、僕のところのパソコンでは。ね、あ、今やっと絵が映った。復活したのかな、うん、どうなのかな。えー、とりあえず今、うん、今日は残ってほしいんだ。今日は残ってほしいんだ、えー。あえてですね、えー、19分59秒まで言いませんでしたけどもね、今日500回目なんですよ。 やっぱりねなんかもう一回500回目やるの嫌じゃん <laughs> でもう一回目も落ちてさその次もまた落ちたりして500回何回やってんだよっていうね <laughs> そういうのはやっぱり嫌じゃないですかね、えー なんかね、うん、もう、ラストのラストでね、500回やりましたっていうのを言おうと思ってたんだけどね、まさかこういう止まり方すると思う、思わなかったからね、えー、ね <laughs>、えー、今言っちゃいましたけどね、うん、本当にもう、ね、もう予期せぬというかな、まあそういう感じですけども、うん、えー、 なんかこういうそういうでかい時ってさ、ねえ、なんかこう区切りの時とか、何かやっぱりあのトラブルんだよね。うん、なん、何だろうね、これ、すんなりとこう、ねえ、超えないんだよな。うん、実は先週の金曜日にね、えー、先週の週末に500だったんですけども、えー、その日はね、えー、スコーンと寝てしまいまして、えー、ね、えー、週末に決めて、 ね、週明けからスカーンという気分でやりたいななんて思ってたんだけどもそれもできずにさね、うん、で今日は今日でまたね明日もやんなきゃいけないからなとか言ってさブツブツ言いながらいやあんまりこうね500回だ500回だってってもしょうがねえだろっていうのもあってね、うん、これ500回でやめるんだったら話は別だけどやめねえから <laughs> ねえでもやっぱりこううん ままあ、あのー、よくやってますね <laughs> 自分で自分を褒めてあげると言ったのはねマラソンの女のね、えー、女子選手だったですけども褒めるつうかもうなんていうか当たり前ですからねうん早い話が。でこんな中途半端な時間からね500回記念のね話をしていいのかっていうねラストのラストでちょこっとやるのがある意味おしゃれだったんですけどね。うん まあ乗,り乗りかかったついでですからね、うんや,るや,るやるよ、うん仕方がない。全く構想がねおかしくなってしまって、えー、ねうんなんだって感じだよね。うーんで、えー、ごまかし君が始まったのが、なんと2010年の3月の2日ということですね。えー、2011年、12年、13年の5月。 3年と2ヶ月で、えー、500回ということですよね。えー、ということは、365 3 6 5五か1000何日。だからまあ、2日に1回ぐらいはね、えーまあ、土曜日、日曜日やってないっていうのねあるんですけども、大体いいまあ、うん、全部土曜日、日曜日入れたとして、2日に1回はやってるぞと。 えー、そんな感じですね。<laughs> で、案外と2010年3月2日ったらね、えー、遅いなーっていう感じしたんですよ。うんえー、配信始めたのが2008年ですからね。うん、それで2010年からか。2008年からやってたらもう700か600は行ってたかなみたいなね、感じですけども。ただね、えー、まあ、それまでのやつをちょっとね。うん まあこんなことがあるから調べたとかそういうことじゃないんですけども、えー、まあ、結構ねあのー、映画見たらとかね、えー、イベント行ったらとかってそういうその感想文をずっとね、えー、配信してたっていうかあそういう感じだったんですけどもまあそういう中でねうん約1年ぐらい経ってからかな2009年。 ですからごまかしくんが始まるのが2010年の3月ですけども、えー、2009年の4月からね、うん いい加減でいこうというタイトルで、えー、ね、やってんですよ。<laughs> これが、まあ、ある意味、ごまかし君の、ね、えー、あれなんですよ。あのー、全身なわけでね、これ、10回か11回、まあ、1ヶ月に1回ぐらいずつですよね。うん。あのー、配信、ね、例えば、その、平日毎日やってるっていう、えー、やるぞっていう、そういうものから比べれば、1ヶ月に1回ったら、 ね、なんか全然やってないようだけども、えー、でもねその間にこうね例えば自主映画のねビダッシュ上映会のね、えー、レポートとかあとライブ行った時のね、えー、あのライブハウスにライブ見に行った時のねスパイキーズとかのレポートとかそういうのやって。 からねうんだからあと結局なんだかんだ言いながらもいやずっと続いてることは続いてるんですけどもこうごまかしくみたいな形でまとまったのはうーんあのー、そのいい加減で行こうっていうのが、えー、最初なわけですよ。ね <laughs> こんなのさいちいちここで解説してたって何の意味もないからねはっきり言ってねえー、聞いてる人も迷惑でしょ。<laughs> えっと、ほとんどね、そういう初期の頃のやつはスティッカムの方に、えー、残ってますよ。えー、スティッカムの録画が252本ありますね。えー、それでスティッカムがね、えー、ダメになっちゃって。うん、ダメになっちゃってってうのは、えー、まあいろいろとリニューアルとかさ、しちゃってさ、ね課金制にするとかさ、まあ、そんな感じで、えー、スティッカムの方が、 ねえー、録画を制限した、うん、でこれで結局、えー、無料でやる場合は録画が10分しか撮れなくなったでそれで、えー、容量も決められているだからあねガン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 撮ってったらあね次から次へと消していかないと新しいのが入れられないそれじゃ困るだろうって言ってね <laughs> いろいろ探してたのが、えー、その頃はまだユーストリームは日本語版なかったですからね、うんえー、アメリカのスティックハムとそれからユ、えー、U、ストリームですよ。 でまあ、両方ともねうん、一応アカウント取って、えー、あれしたんですけども、その頃はね、もうこんなに日本語、ブロードキャストの停止とか、録画の停止とか、ビデオソースとかね、書いてなくて、全部英語でね、えー、ログインなんて言葉ないですからね、サインインですからね、えー、まあそんなんで何がなんだかわからなくて、ねもう大変でしたけども、でもね、あの <laughs>、 なんとか、えー、やり始めたんですけども、えーまあ、その頃はまだねまだ余裕があったからね余裕があったっていうのは、えー、スティッカムがもう完全にダメになったわけじゃなかったんで、えー、その1ヶ月ぐらいかな、うんうん、いろいろやってみたんですけどこれはちょっとね、えー、だってその頃ろ USTREAM なんか知らないでしょ。 ね、あのー、まあ例えばスティッカムとかさねえー、そういう配信やってる人は分かってるでしょうけども、えー、一般の人たちとか知らないでしょねだから誰も聞かねえよな <laughs> みたいな感じで、えー、まあスティッカムで、えー、やってたわけですけどもね、えー、スティッカムがいよいよダメになってうんでダメになると同時ぐらいにさねえユーストリームが日本語でやるぞっていう話になって閉めた っていう感じだよね,あ<ー>うんね本当は出てくるのに閉めたっていう感じだよね。うん、で、それで、えー、ずっとこう、ユーストリームでね、ユーストリームの世話になって、えー、今まで来てたという、まあそういう感じ、うん。調べてないけど、やっぱりもう200本ぐらいはね、ユ、えーストリームでも、うん、録画できちゃってるんじゃないかな。200本いってるのかなどうかなわかんないね。うんえー まあでもほら500本ねえごまかしくんだけど500本あんだからねえ <laughs> であの最近のユーストリームはねまたちょっとね止まったり音が途切れたりするけれども、えー、昔はもっとひどかったからね本当にもうむちゃくちゃだようんねえでまあ今も、ね、ユーストリームむちゃくちゃなのはむちゃくちゃなんだけどさねえ <laughs> あの分かりにくいでしょはっきり言ってねええー、あのスティックアムだとさねえ、えー、もう配信今。 配信してる人とかがねトップページ見りゃ全然ね分かっちゃうんけだけど、うん、ユーストリームなんか分かんないのねなんだかおかしくなっちゃってさでまああの日本だけじゃないからね、えー、配信中とか言ったってさ、ね、出てくるのはもうアメリカとかさ、ね、イスラエルとか台湾とかそんなんばっかりだもんね。うん まあ、リニューアルしておかしくなっちゃったよね。だから、なかなかこう、配信してるかどうかっていうのは、わかんないからな。今ね、本当に。まあ、録画でも残して、ね、置いた、置いたとしても、ね、それもわかんないしね。<laughs> ねえ、検索で引っかかるって引っかかるわけねえしな、本当にね。うん。まあ、でも、ね、えー 聞いてくれる人もいればね、あとで聞き直すっていうのも結構ね、えー、大切なことなんで、えー、ねあのそういう意味では、まあ、ユーストリームでこうずっとやってるわけですけども、ね、本当にね。うんいやー、でも本当にこう、最近はもうね、ね、えー、あんまりこう、ユーストリームもかすり始めてきましたかね。というかね、あのー、 わけがわかんんななくなったんですよああ本当にね、例えば、ユーストリームのトップページ見て、えー、何があるのかなみたいなね、それがもう全然わかんない。えー、なんか変なのばっかりあるっていう感じでさ、ね、企業のやつとかさ、あと定点カメラとかね、なんか面白いことやってんのかって言ったら、そうでもないみたいなね。ああうん まあそういうのニコ生がやっぱりうまいからねやっぱりニコ生いっちゃうよねでまあスティッカムのねあの仮、ー、装ってんのはもうじあの自業自得で <laughs> ね振り,振り向けばスティッカムねうーん えー、まあ、録画とかね、あとなんかちょっと遊べるんだったら、ね、スティッカムもやるけれども、例えばパソコンの調子が悪くなってから、ね、いつもほら、ユ、えーストリームのね、録画を、えー、スティッカムで流してとか、そういうふうにこう、重たいことができなくなってから、もうほとんど、5月1回だけだって、スティッカムでライブやったの。<laughs> ねえスティッカム一番最初にねスティッカムやったからスティッカムやんなきゃいけないなとは思うけれどもねうんなんかこう,うんなんかこうやっぱりこうねえ同じ喋るにもなんかこうつまんないよね後で聞けないっていうのがね <laughs> ねえあの どううなんでしょうね本当に、うん、いやあのねやっぱりこう喋り倒しじゃないですかね喋り倒しじゃなければまだね例えば会話とかだったらまだねまだいいっすよ、ね、だけど喋り倒しだからね結局何のあれもないわけですから早、はい話が、うんえー、自分が何を言ったのかを後でチェックするっていうことを がやっ喋り,り倒しだと。それがスティッカムだと録画取れないからできないでしょね、えー、だからまあね、スティッカムのチャットとかねそういうのが多いから、えー、そういうような形でやっていけたらね、えー、OK なのかもしれないですけどもね。 まああのー、ユースト見てもそうだしスティッカーも見てもそうだし俺んとこほとんど入ってこないからね <laughs> 入ってこいって言ってんじゃないよね入ってこいって言ってるんじゃないけどもねえー、まあそういう感じで外で静かに聞いていてくれる人が多いので。 あまあね、あの一時期スティッカーも本当にね、えー、変なやつばっかり入ってきて、多いこらとか言ってたからね、まあ、そんなの相手にしても始まんねえから、ね、えー、やってもしょうがないしね、本当にね。うんまあ、ということでね、うん、まあスティッカーもやらなきゃいけないんだけれど、やらないっていうかね。 やれないっていうかね。まあ、なんかこう、気が向いたら、ね、えー、スティッカーもやろうかなーっていうふうに思ってますけどね。いや、スティッカーは常にね、やりたいとは思ってるんだけども、ね。うん。難しいよね。えー、なかなか。うん。というような感じでね、えー、今日500回目ですよ。ね。えー、リアルで聞いてるあなた、ね。えぇ、ー、奇特な人です。<laughs> ねえだ例えばそのごまかし君の500回目リアルで聞いたんだぞっつったって誰も「何それ」って言うぐらいなもんだから。<laughs> ねうんということでなんかね、えー、一番最後にちょろっとやろうとしたことがね、えー、真,ん中真ん中に入っちゃってね、えー、なんかこうまとめにくいなやりにくいなでその前に何の話してたっけうんあの あれだよね、あのーえー、高円寺に行くっていう話今週は高円寺に行って忙しいって話とそれから、えー、ボッチャーの時代の話をし、ね、てたんだよね。ねうん そっからどっちにどこに持ってこうかっていうのがもう完全にぶっ飛んじゃってて <laughs> どうしようもねえなはっきり言ってね、うん、でもあその、えー、電子ブック電子ブックというのはねなかなかあのー、面白そうなもんだけれどもじゃね、えー、そういう仕掛けみたいなものができるとすれば仕掛けることはしたいなとは思うけれども自分で読むとかねだからあの ぴょんぴょんと指をね、えー、跳ねさせるというかあの、指で触るっていうのがね、あれがこう、よく分かんないんですよね。あの、感覚つかむのに相当時間かかりそうな、えー、気がしててね。えー、まあ、これからみんなあれになってくんだろうと思うんですけども、ね、なんかこう、 うん、どうでもいいやみたいな感じでねただまあ,あ逆に言うとカメラとかね、うん、あとレコーディレコーダーとかね録音とかねそういうのがちゃんと撮れればねあと必要ないもんな、うん、あとは電話でしょ結局はあれって、うん、パソコン外に持って歩いてねふらふらしようとも思わねえしさねえやっぱりパソコンの作業は家でやる、うん 配信もね、えー、家でやる。うん。まあ確かにね、あのカメラ持ってって録画で、えー、撮ってきたものを配信するっていうのはあるかもしれないけど、えー、生でやるってなってくるとね、よっぽど考えないとね。うん。まあ、あのー、あんまり考えないけどさ、<laughs> 実際のところはね、実際か考えないけれどもさ、どうやったら面白いかなと思ってさ、 ねえ面白く撮れるかなとか面白くやれるかなぐらいのことを考えてるとやっぱりねえー、キリがないんですよねはっきり言ってねうんだからやっぱりいねえ完璧にやろうと思えばもっともっと設備とか充実しなきゃいけないしねえ大変になってくるからさねええー、そこまでいやーやれればいいけどやれないもんないろいろとな。うん <laughs> まあだからいかにこうね、えー、そこまでやってるふりをしてごまかすか <laughs> ねえー、あれなんだまた止まってるよみたいなね機械弱いんだもん当たり前だっつうの。<laughs> ねまあそういうような感じでね、うんえー、まああんまりやる気しないですよねあの外配信とかねまあ外配信は外配信で、えー、なんかこうこれだっつうのがあればねやるとは思うけれどもねまあちょっとね今どころはね面白いものが出てきませんもんね <laughs>、えー、という感じでね、うん えー、電子ブックは面白いと思うよ、ね、なんかこう面白いなと思うんですけども結局はもう書き手の問題じゃないですかねえー、ブログなんかもそうだけどもなんか面白いやついるかなみたいなまあそういう意味ではあれだよね配信もそうだけれどもまあ、うん、ね自分のことちょっと,と棚にあげてなんかこう、うん、聞いててあんま面白いのないんですけどごめんね <laughs> ね、俺のところが面白いかったら、俺も自分で聞き直してみて、やっぱりつまんねえなと。えー、最近のやつっていうのはね、まあ機械の調子もあるんですけどね、俺途中で寝ちゃうから、自分のやつを自分で聞いて寝ちゃうから、ああ、知らない間にね、で、知らない間に起きたら終わっててさ、あつまんねえな、みたいなね、えー、まあそういう感じで、えっ、ー、と、聞いてる人も多分そういう風に思ってるんじゃないでしょうか。ね、ただまあ、リズム、 ね、えー、まあとにかく、えー、ね、えー、最初から最後までしゃべりっぱなしですからねしゃべりっぱなしですからね、うんえー、まあそこらへんだよね、うん、まあ1つのリズムね、えー、それは 4B とか 8B とかね分かりませんけれども、えー、そういう流れだけですよ中身ないですからとにかくいつも言ってるようにね。うん <laughs> <laughs> えー、ということでね、えー、本当にもうね、あっという間に時間は過ぎて、まだ39分だって。<laughs> ね、えーそ、そうかな、途中止まってたから、数字も止まってるからさ、もうちょいやってるような気がするんだけどな、うん、まあ、そこら辺はあいいとして、とんだ500回だね、でもね、えー、っ ババラバラになっってしまった500回、えー、いいんですよ別にこんなもんで500回目なんてねええいだかつてねうまくいったことないですから本当にもう、えー、まあね昔の録画というかずっとね録画ってチェックするでしょねおもし面白いっていうか「あこ今回は良かったね」なんて一つもないからねええー ただもう本当にオナですね、バン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 あの適当なこと喋ってるだけですからね、<laughs> えー、本当に申し訳ない、えー、無駄な時間をね、えー、過ごさせてしまっているような気もしないではない、<laughs> まあ、そうだよね、ああ、そうだ、あとは、うん、なんかこうね、本当にこう、今の時代っていうのは、そうそうそう、ボった、ぼ ボットンベンジョじゃなくてね、ぼっちゃんの時代見ててね、うん、あの人間というのはそんなに変わってないなっていうか、うん、まあ,あの、どうなのかな、そこら辺はね、まあ、本を読む限りとしては人間というのはあんまり変わってないなっていう感じはするわけ。ただ、やっぱりそれはね、えー、明治の話をね、えー、昭和から平成にかけて、ね、 えー、書いたということだからまあ書いた時点では昭和平成ですからやっぱりこう、うん、そういうこともあるのかなやっぱり多少は明治の人とね僕たちは変わってるのかもしれないっていうことを考えながらねでもやっぱり、うん、人間はそんな変わんないのかもしれない変わるのは何かここですよ、ねえー、変わるのは体制、ね、明治時代は帝国主義帝国憲法ね そういうい中で、えーまあ、坊ちゃんの時代、まあ、夏目漱石もそうですけど森外とかね、えー、森外が第2巻目の主人公、ねえー、舞姫の話をうんちょっと感動しましたね、えー、さすが関川さんという感じで、えー、それにこういろんな人たちが絡んでくる明治の有名な人たちが、うんえー、そして3、えー 4冊目がね、えー、あれですよ、大逆事件、ね、えー、孤独周祭の話ですね、えー。いや、本当だから、こう何て言うかこう、もうね近代化とともに起こってくる、要するに資本主義ならそういうものの矛盾みたいなものの流れっていうのが本当に出ててさ、ね。あの あと面白かったのはね、えー、その坊ちゃんの時代を読んでて、ああ、また読みたいなーって思ったのが、バロン吉本さんの「住居伝」なんですよ、えー。これもやっぱりあの明治、えー、それこそ、彼女五郎さんだしたっけ、えー、柔道の。あそこのところから始まりますもんね。で、それが明治から大正に行って昭和まで続く、えー、住居伝。ね。最初は「住居伝」ってタイトルで。 ね、短いところで終わっててその後ね日本中京伝」とかね、えー、そういう「日本中京伝」が最後か昭和中京伝」とかねうんあの流れですねであのごったごったの人間関係うんそしてやっぱり明治なら明治のその気骨みたいなね出来事みたいなのをこう書いてあってうんあれが読みたくなったねもう一回読もうか。 ねえー、全部はないんですけども、あかねちゃんがね、あのウイスキーのコマーシャルあったじゃないですか、えー、それからまた、赤が盛もさんが昭和十0教伝の歌という、ねえー、歌を作ってますね、緑ま子さんとね赤と、えー、盛雄さんのデュエットのあの曲ですよ、踊ろうか踊りましょうですよ、ね、えー、あの歌。うん えー、あれをまた見たくなったな読みたくなったなってそんなことやってたらもう本当にもうおかしくなっちゃうよなする <laughs> とねだから、あのー、今回の 4, 4巻目、えー「明治流星伝」というやつですけどもねこれを読んでてね、えー、大逆事件の話ねアナキストの話ですよ、えー、天皇暗殺計画ね、えー、その話なんですけども。 ねえー、5月ですから、ね、5月ですよね竹、えー、中朗さんのあの本読みたくなりましたねまあ文庫で出てね、えー、早速購入してずっと読んだんですけどもね竹中さんの結構ねあのそのそ女の人ね、えー、中心に書かれてて、えー、やっぱりすごいそのねうんそれこそ港「港港に女あり」じゃないけれどもその「 女の人が、まあ別に女の人がすごいこうねえどうのこうのっつうわけじゃないですけどもやっぱりこうそこにこう集ってくるいろんなねアナキストとかそういう人たちの話になってたような、うん、気,に気がするんでねもう一回ちょっと読んでみそして、えーね、その歴史の中のいろんな矛盾点案外と今と似てるんじゃないかなっていう感じがするんですよね。うん えー、ねというのはどういうことかっていうと結局もうねあの要するに大逆事件のあと、ねえー、明治の終わりから大正に入って昭和に行くわけですよ。えー、でこれはもうある意味戦争への道ですからねうんなんか今と似てるななんてことを思ってちゃ本当はいけないんですけどもね、えー、なんかそんなん感じがとてもして。うん えー、ねえだからそのど,どこがまずかったのか要するに昔はねだから、えー、ブレーキをかけられるのかかけられないのかでかけるんだったらいつかけるのかみたいなねそういうことなんだよな結局はなうん,なんかこうとても似たような雰囲気の時代になっててちょっと気持ち悪いなっていう感じはとてもあるんですけどね。 えーね、本当にもう頼みますよって感じだよね。本当にもうどうしようもないなーって感じしますね。やめてよって感じだよね。うんえー、北朝鮮からミサイルは飛んでくるし飛んでくるっつったってさもう狙ってるわけじゃないけどね、うん、例えば日本海に落ちましたって話だけどもそれが間違って。 ね、あのー、日本海の原発に当たったらどうするよこれあそこんとこ北朝鮮考えてくんねえかなあの飛ばすんだったら原発のないところに飛ばしてくんねえかな日本海でいいからうん間違ってってことあるからね例えばそのアメリカあたりがやるんだったら精密っていうか、ね、密度とかがあるからあ,ある程度、ね、正確だと思うんですけど、ね、例えばその 日本だってわかんないよね。日本だってミサイルなんか飛ばしたことないでしょ。ね、実際のところ。ミサイル飛ばしてちゃんとまともに飛ぶのかどうかわかんないよな。まあ、アメリカ製だから大丈夫だろうつって言っててもさ、アメリカのどこ製なんだいみたいなね。うん。 そんな感じもあるしね。うん、で、それ、いつのロケットなんだ、それ。ロケいつのい、うん、賞味期限切れてんじゃねえのみたいなね。そんなの高い金で買わされてさ。ね。えー、果たして飛ぶのか飛ばないのか。あの、あることは分かってるけども、飛んだとこ見たことないもんね。ああ、まだ北朝鮮はさ、あれだよな。あのー、精密度はないかもしれないけど、とりあえず飛んで落ちた。<laughs> ね、うん、あとは精密度上げてくれてこっちの方飛ばないで飛ばせないでっていう話だけどねあまあこれも冗談ですけどもでも本当にこうそんなこととかね危ないよ本当にうんうーねえー、もう僕らはとにかく危ないからやめてってね、えー、言うしかないですからね。うん 危ないかあ俺の方もロケット飛ばそうって話になったらそれも危ないからねさっきも言ったように飛ぶか飛ばないかわかんねえんだからねえうーんねえ <laughs> まあ飛ぶでしょうけどねちゃんとねうーんそういう意味ではねうーんまあ本当だからそんなのも含めてえー、ねあね、のー、ちょっとだからこの時期に坊ちゃんの時代とか読んじゃったのは まずかかったかなみたいななみいね、うん、結局またそういう風に戦争への道にどうしてなってったのかみたいな話をね、えー、本をまた読みあさることになるのかなみたいなこと考えたらちょっと怖いねそういう意味ではね、うん、なんかそんな感じもしないではない、えー、というような感じなんですけどね、うんえー まあ、とにかく、ね、月曜日、ぼちぼちとね、やっておりますが、ね、えーうん、もうそろそろね、49分ということですね、えー。おしまいの時間ということですね。えー、もうなんかこう、うん、今日は本当にもう翻弄されましたね。あっち向いてほい、こっち向いてほい。ね、えー、そんな感じで、えー、やってしまいましたけどもね。うん。うん だ,まあ、だからね、配信なんかも本当に当てにならないんだよ、はっきり言って。えーね、ちゃんと、えー、普通に動いてくれるかどうかっていうのは本当にね、終わってみなきゃ分かんないですからね、えー、そういう意味ではあ、ね、本当にバタバタしている、ね、そういう感じです。だまだまだだからね、個人配信とかね、こういうパソコンの配信っていうのはね、まだまだ。 精密じゃないのかもしんないね。大したことないのかもしんない。まあ、パソコン自体がすぐぶっ飛ぶし。<laughs> そういう意味ではね、えー、ある意味おもちゃみたいなもんなんじゃないでしょうか。ね、えー、そんな風に思ったりもします。ということで、えー、そろそろね、えー、おしまいにしましょう、えー。500回目、ちゃんと録画が撮れてるかな。 うん、取れてたら500回目、えー。取れてなかったら500回目ボーツということになりますけどね。もう一回500回目やんなきゃいけない。<laughs> これ大変だよね。本当にそういう面で。500回は一回しかないんですからね。えー、ということで、えー、どうもありがとうございます、えー。月曜日、まだ今週始まったばかりでぐったぐったです。えー、明日からね、火水木金。 まあ、土曜日休みとしてね。えー、まあ、とにかくなんとか乗り切りましょう。ね。<laughs> えー、そういうことで、えー、どうもありがとうございました。えー、明日いい日である雨降らなければいいね。まあ、雨多分上がると思いますけど、明日もいい日になればいいなというふうに思ってます。えー、あとはもう、ハッピーでね、素敵なこと、いっぱいあると、いいな、なんて思ってます。 ますえー、ということでどうもありがとうございました。それではまた。